はい、皆さんこんにちは。今日もね、ポケモン動画の方を配信させていただきたいと思います。カンペなどは一切ないんでね、噛むかもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。今回一人ソロレードのゲンガーバトルになっております。それにはね、理由がありまして、EX レードパステストが今行われてますけども、それでトライするミュウツーのためにカミカミバンギを皆さん持ってるんじゃないかなと。あと雷光バトルで泥掛け地震のサイドンを降りませんかということです。カミカミバンギラス、カミカミバンギラス4体、泥掛けサイドン2体でも、あなたにもチャンスがあるというような、動画になっております。まあチャンスがあるんで、決してやっつけれるっていうわけではありません。私トレーナーレベル40ということで、カミカミバンギの、個体値98、が2体、カミカミバンギの個体値93が1体、カミストバンギの個体値91、泥掛け地震サイドン96が2体、こちらマックス強化で、ポケモンにも、レベルっていうのがあって、マックスレベル40、ポケモンレベル40全部それで挑んでるんで、ちゃんと勝てる動画にはなってます。なんでね、マックス強化なってないと、ゲンガーに勝てない可能性は大なんで、参考程度に見ていただければと思います。はい。実はね、ポケモンたちにもレベルっていうのがあって、30レベル30で戦えるポケモンになるというふうな感じには言われております。30と40 の、その差があまりこう少ないということで、30でもいけるっていうふうには言われておりますが、このゲンガーバトルに関して言えば、ポケモンレベルが 37.5 以上で勝てますよっていうような内容になってます。でね、今挑戦してますけども、カミカミバンギラス、98でトライしております。相手がシャドーボールということでね、これが気合玉だったら多分バンギラスは即やられてるんでしょうね。私の携帯、前も言いましたけども、アンドロイドでガラケーなんで、避けずに体当たりのみのゴリ押しゲンガーバトルになっております。ちょっとたまれば打つ、ちょっとたまれば打つでなんとか削っております。で2体目死んで、3死んでっていうか嘘だけど、で3体目になります。3体目103秒ですね。ここ当たり辺で黄色くさせておきたいですよね。とにかくカミカミのバンギラスでこまめにこまめに噛み砕く、噛みつく、噛み砕くをこう発動するような形になっております。黄色くなりましたね。ここでなんとか半分でいけるかなというような感じ でシャドーボールもバン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 食らっております。避けずに、避けるとね、何秒かロスするっては言われてますけども、避けた方がね、また3回打てたり4回打てたりって削れるパーセンテージが出てきたりして、避けた方が本来であればもっと効率がいいとは思います。ただね、ゴリ押しでもいけるっていうような内容になってるんで、少し皆さん の参考になればと思います。でカミスト、これは4体目のカミストになります。やっぱりね、ストーンエッジで削る、ストーンエッジだと2回が限度です。2回打てるのが限度です。これが相手が気合玉とかだったら1回しか打てないんじゃないかな。まだちょっとそこの辺は試してませんけど、でサイドンですね、サイドン泥掛け地震、これも地震の方2回打てるのがギリギリですね。ギリギリ5体目で6体目で蹴れるというような感じですね。13、残り13秒残しでやっつけれたというような形になっております。皆さん少しは参考になりましたでしょうか。というか皆さんにはね、せっかくカミカミバンギラスサイドいるんであればね、でしかもポケモンレベルが37とかこう強化しているのがいるんであれば、ぜひトライしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、ちょっと追い出されたんですよ、これ。実はポケモンボックスが満杯で、ゲットチャレンジいけなくて、ちょっと焦ったんですけども、
今ポケモンをこれポケモンボックス満タンなのをこれちゃんと飴玉に変えてまたやったらちゃんと入れました。はい、はい、ということで皆さんもゲンガーバトル挑戦してみてはいかがでしょうか。ちょっとゲンガーが何に使えるかっていう、まあジムに置いたりなんなりってまあ結構強いポケモンなんでね、皆さんもトライしてみてはいかがでしょうか。はい、今回はこういった動画内容になっております。本当はね字幕もちゃんとつけてねみんなに分かりやすいように解説できればいいんですけどね、本当手抜きでごめんなさい。はい、であとはあれです、やっぱり砂を使わず手持ちのでできる一人レイド強化してこれ一人で向かいたいから砂使って強化しようっていうのではなくて、極力砂を使わないで今あるポケモンたちでこう立ち向かっていけるレイドは何かなと思った時、このそうですねゲンガーレイドなんじゃないかなと思ってアップさせていただいております。ご視聴ありがとうございます。皆さんもぜひぜひちょっとパスがもったいないんでね、2人いて1人でちょっとやってみるとかそういう風な形で一回挑戦してみてはと思います。1280私せっかちでね固定打法ちょっとあまりやらないんですよ。しかもちょっとカープボールも下手くそだということで、ね、すいません。はい、ゲットでございます、ありがとうございますということですね。長々と、動画の方お付き合いいただきありがとうございました。これからもねちょっといろんな情報を織り交ぜながら、配信していければ、決して、正確な情報じゃない時もあるかもしれませんが、その時は本当ご勘弁ください。できるだけ、私なりの情報を少しずつ配信していければなとは思っております。ご視聴ありがとうございました。